するしない？本当強さがどれぐらいの割合にあるかって、若い頃はすごく僕も強さを求めてたし、強い人がテレビに出るべきだと思ってたんだけど、今から十何年前にその少し考え方が変わってきて、タイトルをいくつか取ってたら、なんか強さってじゃあ何なんだろうと。タイトルを取った日もすごく惨敗した日もなんかジャンル力って変わんないんで、次の日の朝は同じ朝を迎えるんで、じゃあ何なんだろうって考えた時に、コツコツ勉強して成長していくのは当たり前だけど、もっと強さ以外の何かを身につけないと麻雀界変わんないなと、このままやってても、そう思って、いつかこういう放送の時代、感染期で文章を書く時代じゃなくて映像で、たくさんの人に見ていただく時代になると簡単にそう予測できたんで、じゃあもう喋り勉強しようと思って、切り替えたの。みんなが麻雀の勉強何切りを一生懸命やってるうちに、僕はどうやって人を笑わそうっていう。昔からこの、この勢いでこのまま喋れてたわけじゃないんですか？全然違う。慣れだよ。そうなんですか？慣れ。日向さんも今プロになって8年ぐらいだけど、最初の2、3年と今全然違うもんな。そうですか？喋りが。基本的に喋るのはでも好きでした。喋るのは好きなんだけど、カメラ前でたくさんの人と100人と話すときに、最初は100人同じ100人から話しかけられても自分の喋りで返してたんだよ、でも今は100通りで返してるんだよ。大井さんだから返信をそうしてるんだよ。ここが小林剛さんだとちげえんだよ。あるだろ。そう、それはね、自然に身につく力なんだよ。それもね、やっぱりね、経験が大事で、僕はこの喋りをお笑い芸人さんとかアナウンサーとかから学んで、そう、いろいろとこう麻雀の勉強も大事だけど、喋りも勉強も必要だなと思ってたんだよね。それってあれですよね、伝える能力ですよね。そう今のその麻雀界の強さもそうだし、自分の結局強さが見つけるの難しい中でどう伝えていくかって言ったら、喋る能力。そうだね。で、どっちも実践したってことですね。タイトルもいっぱい取るし、俺喋れるし。それたまたまなの。高原だしみたいな。タイトルって、タイトルってじゃあ何なのかなと思って、僕、一緒に研究会やってる人で、水巻渡るっていうのがいるんだけど、そいつと僕が、ジャン力にそんなに差があると思えないの。喋ってることも同じこと喋ってるし、僕にできることは大体彼ができるんで、じゃあどこでこんなにタイトルの差がついたのかなって言ったら、何気になる。やっぱり仕事の量に関してはやっぱり喋りの差で仕事の量が変わってきてて、タイトルの差に関しては本当に偶然なのかもしれない。アベマ TV が できた時に水巻さんはたまたま A から B に落ちてた時期だったし、あと RMU っていうちっこい団体で一番の僕と、あの最高位戦っていうでっかい団体の中での水巻さん、5本の指に入る水巻さんとでチャンスが違ったんだよ、僕の方がチャンスが多かったんだよ、そう。そういうちっちゃいけど大きな差というか、そう、それが積み重なっちゃったんだよ、水巻さんにチャンスが、僕と同じだけのチャンスがあったら僕よりも水巻さんの方が活躍したかもしれない。ただそこはね、本当にね、自分を戒めるために言ってるのもあるけど、ただ本当に受け止めてるんだよ、そこは。僕はラッキーの積み重ねできてるって。ついてんだよ、僕。それ大事ですけど、大事大事、運はすごく大事。運があるというか、そのチャンスをものにできる能力はすごく大事。そういうところが多分、そのスリアルさんでもアベマ TV の藤田さんでも、大井はそういう運を持ってたり、大井はチャンスを与えたら頑張る、一生懸命何かしてくれるっていう期待も込めて、あの仕事をくれてるのかもしれないけどね。僕そうだと思います。僕松ヶ瀬運がいいと思ってるんで。あ、そうなんだ。いろいろ一押しだ。そう、やっぱり RM の今年初めてチャンピオンになったのね。彼は在籍もう8年ぐらい
やってるんだけど、初めてその RMA のチャンピオンになった時に駅伝の話が来るなんて運じゃん。そうだから僕はその運にかけてあいつをそのアンカーにしたの。なんかいいその選び方、素敵ですね、うん、それだったらみんなが納得するし、もし勝った時に松ヶ瀬が一皮むけるっていうか、うん、またもう新たな時代が来ますね、来るから、うん、それは僕らが年寄りが作ってやんなきゃいけないから、そういうチャンスは。そうだから水増さんにもチャンスあげてよ。でも私の権力で何もできないんで。あるだろう権力、ね、ここに呼ぶことぐらいしかできない。じゃあ呼んでくれよやばー、うん、水増さん呼びます。そう言っといて、大井が言ってたって。多分見てくれるんで言わなくてよ、うん、本当に言わなくても見てくれる。視聴者の皆さんね、僕にできることは水巻もできるんで、はい、麻雀でね、はい、本当に強いから。めちゃくちゃ強いですからね。めちゃくちゃ強い、はい、彼とね1年間ずっと戦って彼に勝ち越せる人は日本に5人もいないです、はい、絶対にいないです。うーん、腕自慢いくらでもいるよ日本中に。そしてね、悪が全くないんですよね。人がいい、いい子だね、はい、うん、めちゃくちゃいいです、いい男、うん、なんか水巻さんと今まで付き合った彼女とかが悪く言ってるの聞いたことないです、ね、確かにそうだけどぶっこむな。え、なんで悪いこと言ってないんだけど確かにそうだ、ね、私は全然どれが彼女とか知らないですけど今までの元カノとかが誰一人悪口言わないってすごくないですか。すごい、うん、あのね、元カノだけじゃないけど男性プロも女流プロも水巻の悪口言ってる人は聞いたことない。聞いたことない、うん、確かに一回もない。そう、何これ水巻さんのためのあいつのこっちゃで水巻チャンネル、水巻チャンネルで水巻渡るのマージャンするしないみたいになっちゃう。ていうかさ、はい、これ見てる人さ、チャンネル登録してね、うん、あのあと高評価あのしてくれたら、例えばだよ、あの大分赤春が出てる時にチャンネル登録数が増えたとか高評価が増えたってなったら僕また呼ばれるから、大分ファンは全員登録してね。つながる。そうしてくんないと多いつながる、多いつながる、ちゃんとあのしてくんないと僕絶対呼ばれないから、そういうことの積み重ねだからね、あの人のつながりって、はい、僕にお仕事ください。お休みないくせにそうやって仕事欲したふりして。じゃあね、本音言おうか。休みないでしょ。これカメラの前で言ったことないこと言うよ。どうぞどうぞ。ずっと仕事で埋めないとすごい我慢できなくて不安だったのだけど、とあのね、やっぱり少し余裕が出てきたのかな、うん、月に、3日ぐらいは休もうと思って。それでも少なめですけどね。やめる、あのね、休むことにしたの夏から。じゃあ最近は休んでるんだ。僕上半期1から6まで、うん、1日もないも休み多分全部やってた仕事。え、半年間休みなし。え、本当にだけどやべえと思って、これ僕大丈夫かなと思って。その体調とかの一番、体調は今のところ大丈夫で、時々腰が痛くなったり目が、うん、目が年、うん、目がちょっと疲れてきたりとか、うん、年、うん、で首とかもちょっと年、うん、言ってないけどそう、あるんだけど、少し自分の麻雀以外の趣味のために、あーすごい、使おうと思って動物園行こうと思って。行ってらっしゃい。夏に一回動物園と水族館に一人で行ってくる予定があって。一人なんですか。はい、だからツイッターとかね、たまにね、はい、僕一回どこだったかな、動物園に一人で行ってツイッターされたことあるんだよね。一人で行ったことがあるんだよ、すでに。何回もある。何回も。動物園は好きだから。なんか動物見に行ったら高原さんみたいになるんですか。おるおる。おばパンダがほら、上の動物園パンダ入る。まだ行ってないんだよ。パンダの横に高原いるんですか。いるいるいる。見に行くから。だから動物園行ってね、ちょっと、うん、内緒で行くんですか。それは内緒。今から高原、今から行くというのはつぶやかないけど、行って、今日行ってきましたはつぶやくかもしれない。あ、あとあと、うんうん。え、でも変装とかするんですか。あのね、これまたいやらしい話になるけど、だってよく書いてません、声かけられたの。いや本当に最近毎日話しかけられるんだよ。すごい。え、何、犯罪か何かしたんですか。してね、うん、俺してね。なんでなんで、そんなにやっぱ大井さんですよねって顔と声が大井高原だから。それはあるね、うん、特徴的ですね。居酒屋とかでも、なんか飲み会というか打ち上げしてても、すいませんって言ったら、え、大井さんってマジで、うわすごい、マジであるから。もうなんかそこら辺のアイドルよりも全然多いさんじゃないですか。上やめてください、やめてください。電車とかでやっぱ気づかれますよ、僕すごく目立つでしょ、はい、だからたまにマスクしてます。
平行マスクなの、うん、でも分かりません結構分かる結構、ね、だって目元と声で高原ですそうあと芸能人と一緒にいる時は、はい、みんなで変装しますどれぐらいのですか僕がバレちゃうと面倒くさいんで、うん、どれぐらい眼鏡かけてとかマスクしてとか帽子かぶるとか僕は大したことないですけどね気を使うじゃないですかすごいですねやべえのと友達だったりするんで僕、はい、やべえのやべやマジでやべえの、うんはい、あそれはビッグな方だったビッグすぎて、うん、その人が麻雀のイメージもない人も多いんでそう、うん、そうなんですやばいもう大井さんは芸能人だわやめてくださいよ高原芸能人やめてくださいタイトルこれにしようじゃあ本当に気をつけなきゃいけないのは飲食店とかで僕ね例えば鈴木太郎さんとお寿司屋行ってねカウンターでいたのねでいろいろ RTD の話とかするわけよ、うん、で他団体のプロどうよなんて話しててで1時間半で1人の板さんがついてやっててくれてであれこれあれこれ喋っててあの人はでもちょっとあの泣きが微妙だよなとかいろいろちゃんとね、本音で喋ってた。本音で喋ってた。おったら1時間半後に、うん、ごちそうさまでした、お会いさせてくださいって言ったら、うん、麻雀頑張ってくださいね、ファンですって言われた。怖い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 。それ1時間半前に言ってよ。もっと早く言ってよって。そしたら話しねえよ。ね、本当だよね。だそれかもう声かけずに、うん、心のどこに秘めといてくれれば、そうなんかこのモヤモヤ感なくて済んだのに。そういうことが今まで100回ぐらいある。アホやタクシーでもそうタクシーで航路とかと乗ってたらもう好き放題だよそうだね、うん、なんで安倍はそこで押さねえんだよって言ってるのをある運転手がお会計した時にいつも安倍ま見てますって言うもうあるよね先言えよそんなことね冗談でも言わないのにねそう、うん、だってなんかこっちの森の明るく喋ってる冗談チックってそれを初見の人には伝わらないじゃないですかだからなんかちょっと違和感持たれたまま嫌ですよね嫌だよ本当嫌だよ皆さんまずあの見かけたらまず声を出して、はい、大井高原だから入っていただければ そんないろんなわだかまりなく楽しい時間が過ごせるってことですねあのさ今日一回さ、うん、今度日向さんとさ、はい、仕事になったら言おうと思ってたんだけどさ、うん、村上一家さ俺ら仲いいじゃん、はいもうさ、でも大好きじゃん村上、うん、でもあいつの欠点が1個あってさ、うん、あいつ声でけえじゃんでかいよね電車ででかいっすね村上といるとさ、はい、目立つんよでも村上さんと電車乗ってる時ほぼほぼ声かけられますよほらだって村上さんの iPhone ケース、うん、村上純って書いてあるのだってだって村上さんあのずんたんの絵が入ったこういうやつで村上純って書いてあるからもう絶対村上じゃないここもここもここも村上純なんだからちなみに鈴僕の大親友鈴木太郎もここにゼウスって鈴木太郎って書いてあるんであの iPhone ケースそりゃバレるに決まってますよだからそれでさあいつとさ俺村上のこと尊敬してるんだよすごく大好きだよただあいつアホだよあいつがさバカでけえ声してさ「おいさんあれなんでローピン切ったんですか?」って言うんだよなんか代わりに謝ります車両全部がこっち向くよマージャン知らない人も声がでけえっていうだけで向くしそうです、ね、全員こっち向くんだよ、はいうん、本当にすいませんでした本当謝ってほしいの村上純がすいませんそこで全員にバレるそうですね、うん、なんかこう釣り革捕まってこう、うん、マージャンの話した時もずっと声が村上さん大きいんで、うん、なんか座ってる前に座ってる方が村上純さんですかみたいな握手を求めて村上さん声だからすいませんみたいなでも何回も味わって味わったで、うんなんか前こう一回こうやって目を向けてマスクしてるんで基本ってやってなんかいつもうるさくてすいませんと思いながらでなんかそこが伝達するじゃないですかなんかあの空間でちょっとなんかおい村上って思いますよね思う、うん、アホかこいつって思う、ね、でも本人一切悪気がないし本当にいい人なんですよね本当にいい人だからあの治らないんですよ治らない一生そう、はい、一生治るだからこの案件を二人で、うんいくら語っても一生治らない治らないそう、はい、あいつはだからあいつの声と顔でバレるように僕はもっとバレるから、うん、あいつでさ10回話しかけられる時は僕は50回話しかけられるからほんと最近毎日、うん、地元の駅とかでも「おい
小木さんここなんですかとか言われて、やだ怖い、もうしょうがねえわと思って。どうします、もうちょっとなんかあれした方がいいんじゃないですか、うん、もう何だって家までずっとピンポンされても困るじゃないですか。あ、それはでもね今のとこまだないかな、うん、うん、最寄り駅に何人かいたことあったけど、応援なんだかついてきたのか分かんないけど、でも僕は男性だからいいけど女性だったら怖いよな。いやちょっとそうですね、うん、怖いです、ね、そこはやっぱり、いやそんな大声出さないんで電車の中に。あ、バレない、マスクずっとしてんの、はい、話しかけられたことはあるけど、うん、でもそんなにマスクしてますし、うん、でもなんかたまに気まずいのが、うん、もうぐったりして乗ってて、なんか不意にここら辺でこう携帯を見てるお兄さんとかのやつが、うん、ガードスマイクとかだと、まあ、ある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 と思いながら、うん、車両次は移動した方がなんか落ち着くかなんか相手も私も、そんなのまたアベマなんてさ、ね、みんなアベマ携帯見てさ、いつもやってますからね、マージャンって大体 RTG なんか僕出てるしさ、そうなんですよ、大体 RTG で、あのなんか大井さん打ってるみたいな、そうだからありますからね、僕はもうしょっちゅうよ、うん、はい、だから本当にそう思うと今のその映像の媒体の力強さ本当ありがたいよ、感じますね。ただ本当現時点でまだチヤホヤまだもっとされたいぐらいまだ足りないんで、足蹴り屋さんですよね、あれさ芸能人がよくさ、僕の友達でもね、もう高みに達しちゃってる人もいるのよ、うん、その人たちがもう週刊誌とかでもうこんなになったり、ファンから話しかけられても、あ、すみませんプライベートなんでっていう人いるんだけど、僕はまだ全然そこまで行ってないから、今楽しい時期ですもんね、もっと来いと、もっと来い、もう写真とか撮れよって思うの、うん、最近もインタビューとかも来るし、そのマージャン以外の仕事もポーカーだったり競馬だったりいろいろあるんだけど、もっと来いよ、うん、年収ってどれくらい目指してるんですか、年収、うん、年収っていくら稼いでほしい、え、一旦やってくれるんですか、違う大分ガール、先輩の大分ガール1億みんな言うね、ね、1億無理だろ、1億でも正直な、うん、なんか夢が溢れるなって思うのは、うんうん、3000万ぐらいですかね。分かった、じゃあそこを目指して頑張って。おお、こんな近づく。そうなったら先輩います、じゃあ3000万稼いだ時に、うん、一回 LINE ください、分かった、俺3000万いったわみたいな、うん、あ、すぐここで言うんだよ、言うんかい、ここ行くんだ、言うんかい口勝手って言ったじゃん、いやでも LINE 上なんで、ここそうなの、はい、LINE こう行くだけ、分かんねえな、その LINE 上は、はいそう、では言わない、多い行ったぞっていう、多いさん、多いさん行きましたみたいな、そう行きます、3000はね、やっぱ難しいけど頑張れるよ、うん、それぐらいなら頑張れる、うん、でもすごいですよ、なんかよく日代表とかがこう、うん、1000万とかでもすごいけど、うん、実際にこう生活が潤ったなってなるのは、うん、2000万超えだって、2000万超えないと本当にこう潤ってるっていう、うん、いろんな税金がかかりすぎて終わっちゃうだけだったりするから、高いんだよね、そう、うん、違う聞いて、日本の税金は高えよ、日本の税、誰に喋ってる大人たちと、あのね、うん、本当に日産は正しくて、日本日産正しくて、うん、めっちゃ持ってかれるから、ね、言いますよね、1000万ぐらいのこの線引きがいい、最近はでもまたそこが所得税の割合が変わって、昔はもう本当にめっちゃ持ってかれて半分持ってかれるみたいな時代あったり、ひどい時は 70% 持ってかれる時代があったの、その年収3000万以上4000万以上は 70% ぐらい持ってかれて、住民税プラスされて 75% 持ってかれちゃうみたいな時代があったんだけど、今はそこまででもなくて40何%ぐらいまでなんだけど、うん、マックスね、それでも4000万稼いで、あの 40% 持ってかれたらそれだけで1600万持ってかれるんでね、うん、ね、なんかそういうことを考えると日本って高いな、あの海外で日本の優秀な人が海外行っちゃうなっていう不安があるんだけどね、うん、だからですか、ああいうのは、あのまあノンタックスっつってすごくあの税金のかからない国もあるけども、うん、え、そういうところに行くのなんかね、こう今はどういうところに流れるんだろうな、大井さんもそういうの考えない、考えない僕は日本大好きだから、そうやって来年あたりいなくなったら笑えますか、行かない行かない、どこにも行かないよ、麻雀なんかで、ね、通じない、通じない通じない、はい、そうなんだ、僕本当にお金を稼いだから、うん、なんて言うんだろう、仕事が
すごく今楽しいんで、これ以上稼ぐっていうよりももうちょっと仕事欲しいんだよね。これ言うと、あのね、業界が、村上が怒るんだよ。なんで大井さん、稼ぐなってこと？大井さんがギャラを減らすなっての。僕はね、今の年収のままでいいから仕事を倍欲しいの、知名度を上げたいの。でも村上さんは大井さんのギャラが下がると僕ら次に続く世代がみんな下がっちゃうから、うん、もう大井さんがギャラ下げるのやめてくれっていう。どっちも意見ありますね。どっちもある、うん、ただ僕は知名度を上げたいの、うんうん、いくらもらえるか知らないけど、あのなんていうか10万円っていう仕事があるなら僕はさ5万でいいから2回やってくんねえかなって思う。そう、うん、どっち派？いっぱい出たくない？いや、今話振らないでほしいなと思いながら愛の手打ってたら振られた。どっち派？村上と僕と。ですね、仕事倍欲しくない？単価上げるより今は。正直ですか、うん、正直は、うん、大井さんですね。だよね。でもね、でもね、大井さんそれ言うとね、多分嫌われる。え？好感度良くない。そうなの？言わない方がいいと思って言いたくなかったけど、うん、多分それはあれですね、身内が喜ばないですし、うんうん、だってもっとさ、ファンは喜ぶぜ。でもファンは喜ぶ、仕事増えた方が、うん、まあ、僕がいくらファンの人ってどっちなんだろうね。ファンの方はギャラも柄のことって気にしてくれるんですかね。そうなんだよ。だから例えばファンの人は大井さんにたくさん稼いでほしいのか、たくさんテレビに出てほしいのか、どっちなんだろうね。出てほしいんじゃないですか、うん、だから極論言うと僕は年収が500万でいいの。これ言うとまた本当に怒られるから言いたくないんだけど、でしょうね、うん、500万円で毎日地上波に出れるならとか、アベマに毎日出れるなら、冠番組もらえるなら、絶対500万で選ぶ。それ分かるんですけど、うん、なかなかねそれをね、こうパーって言ってくれる方いないんで、あれ目立っちゃうね。ひなさんさ、ひなさん聞いて、ひなさんね、じゃあ 月に、じゃあ今いや、年収500万で毎日アベマってレギュラー番組やるよって言われるのと、年収1000万か1500万でもいいけど、それでポツポツ今ぐらいの量でやるのとってどっちがいい？マジで。あ、それは後者でもいいですね。あれ、いいんかい。いいけど、うん、なんか大井さんがトップの稼ぎ頭であることに間違いはないので、大井さんがその意見を持たれるとなんかあんまり他に迷惑かける？かけるね。それは村上が合ってんだよね、うん、そこは僕も分かる。ちょっと村上って結構アホなんですけど、うん、あいつ合ってるね。そこは合ってます。声でかいですけどね。でもさ、今はさ、その時期もあるじゃん。今はさ、でもね、大井さん本当素直なんです、そこは、うん、だから、うん、大井さんの感情はすごく分かります、うん、私も一個の単価安くてもいいから、お仕事がいくつかあった方が広まるチャンスもあるし、次に繋がるチャンスもね、うん、あるから、うん、他の仕事に繋がるじゃないですか、うん、だからそれはすごくいいことだけど、その仕事のやり方で他のスターはあんまり育ってこないかもしれないですね。じゃあ頑張るわ。だから両方が一番いいんじゃないですか。両方なんかなんねえかな。だからいっぱい出れるし、単価もなんか今後上がるしっていうのが一番理想像ですけどね。でもそしたら大井さんの年収も上がっちゃいますね。大変ですね、今もね、大変なのに。なおないっすよ。なおないっすよ。税金も高いし。やめてくださいよ。村上さんに真剣に怒られたこと一回だけあってさ。何ですか？麻雀プロとしてだよ。何ですか？あいつ僕のこと大好きでさ、うん、尊敬してるって。よく言います。一回真剣に怒られたんだ。何切れですか？ね、ノーギャラで何かの仕事を受けたんだよ。それは大井さんが悪かったんじゃないですか？すげえ。マジなトーンで、大井さんがそれやったら自分ら仕事回ってこないじゃないですか。若手どうするんですかみたいな。俺はもう本当にすいませんでした。良かれと思って。まあまあ、なんか考え方って様々ですよね。そこに大井さんが出たことによって麻雀プロの他にも興味が向いて使ってもらえるかもしれないし、結局やっぱ大井さんがこれで来てくれたんだからお前らそれ行ってこいよとか、それ以下で来いよってなるのも良くないよってことですもんね。だから真剣にちゃんと謝る、うん、だからね、その時はなんか学生のなんかの解説みたいな、あ、ボランティア感覚でやってやろうと思って、うん、優しさだったんですね。そして失敗した、うん、今反省してるんですか、うん、めっちゃキレられた。なんかでもそういうの言い合える関係はいいですね。そうだね、うん、だから僕はあいつのことは陰で言わないから、うん、そういうことをね、はい、だ信頼してるし、うんうん、確かに村上さんは陰口ゼロなんでね、ゼロ、はい、表でちゃんと言ってくれるんで、うん、はい、
よかった。純粋な方ですよね。うん、なんであいつの話してんだ？いや、なんか、あ、そうだ。さんだったり。ちょっと、あいつの動画を見て、はい、あいつの麻雀で、たぐみですか？たぐみを見て、はい、今日来てるんで、うん、あいつのことばっかり今考えてた。あの村上さんのたぐみどうです、うん？ここまで見て。あいつは、いや、あいつはやっぱり教科書だなと思ったよ。おうん、ちゃんと読みもあのいろんなことを喋りたいことまだ足りてない、なんかさ本人が 100% 言えてるとは思ってないだろうけど、うんうん、僕が聞いててやっぱプロフェッショナルだなと思って、はい、ただあの55557の感動腕みたいなリーチは僕はしないけどね。なんかあれね、感したいですよね、うん、であいつは先にリーチしたいから、うん、そうですね、でちゃんと喋ってたじゃん、はい、かんってました、かんのも思考もあるけど、うん、それは分かってる上でこっちでリーチを打ちます、ね、自分はリーチするんです、ありました、ね、タンヤオがあるんでっていうね、うんうん、そういう村上を知ってるから僕は、うんうん、どうせこいつはリーチするんだろう、リーチするんだろうなってやっぱリーチしたーっつって、うん、しかも喜んでたからな。リーリーチーなんですけど、先生リーチーなんですけど、かわいいですね、あれ実りませんでしたね、そう、僕はあれ、僕はあれ喜べないです。なるほど、ただ読みとかも、うん、僕とはやっぱ数え方が違って読みのやり方が違う、そうですね、はい、全部あのちゃんとこう照らしてもいい、照らしてもいい、全部やる、方向確認しながらですね、村上さん、あいつはだから優等生だ、僕は凡人だからもう分かりやすく楽に覚えたいんで、うん、はい、でもそれの方がこう見てくださる方は、うん、あ、こういうやり方でいいんだって思いそうですけどね、うん、あれさ、頭が良すぎるというか真面目すぎるよ、あんなの一個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 真面目にやってられないよ、同じようなことを小林剛さんがおっしゃってましたね、本当、うん、あんなやってられないよ。いや、小林くんは小林くんでサボりすぎなところあるから。小林くんはちょっとここ下に個人的な感想ですって入れてください。読みとかを大意的感想ですって入れてください、ね、小林くんポカがねっていうか可愛いけどね、ゴーくんのポカというか、はい、見落としとかだって、ゴーくんひどいもん、見落としとかもあるからね、泣き忘れとか未だにあるからね、もう個人的 会見です、そうだね、はい。さあ、大井さん、うん、さあお話聞かせていただいたんですけれども、うん、お金の話多かったの、いやいやいや、女の話も多かった、女性とお金の話なんて普通しねえだろ。全然僕のことスターだと思ってないだろ。思ってますよ、だってスターだったらそんな話ないだろ。いやいやいや、誰にでも私は聞きますよ、うん、お金のことは、はい、お金好きだな、誰にでも聞きます、稼いでんの、いやいや、稼いでない、私大井さんの正直4分の1以下です。知らねえじゃねえか、僕の金額よ、だいたいほら今日ので分かりました、税金えぐい、はい、 OK、 じゃあひなたがひなたは、でも僕はあのね、女性としても魅力あると思うし、喋りとしても面白い、そして麻雀プロとしても僕は技量がね、あのまあまあなところに来てると思ってるんで、僕はもっと売れるべきだと思ってる、ありがとうございます、はい、だからどうだろう。どうだろう、じゃあ最低でも、はい、うん、最低でもそうだな、日向でこの YouTube 成功して700-800万稼ぎてえな。そんなくれないです。そんなくれないです。あ、雇われなんで、そんなくれないです。いや、本当に全然くれないです。いや、これ爆発的人気になるかもしれないじゃん。結構頑張ってるんですけど、うん、じゃあ目指そうぜ、うん、ちょっと会議にかけます。本当、でもまあこれからだからね。そうですよね、これからだから、そうそう、でもすごいお世話になってて、すごいいい人たちなんですよ。あのね、ここの人たちは本当にいい人、そう、すごい人たちですよね、いい人、そう、うん、こういう業界に足を踏み入れる人たちって本当に麻雀が好きだし、そうなんですよ、僕ら麻雀プロを応援してあげるっていうね、人が多いんで、いい人が多いんで、確かにそれは言える、大変お世話になっております。それは言える、はい、おいさん、うん、そろそろお開き、お開きの時間が近づいてきて、いいぜ、大井さんの最後熱い答弁が聞きたいなと思うんですけど、なるほど、そうですね、こうやって日向さんみたいにこう YouTube のチャンネルを作る人が、出てきて僕はすごく嬉しいです、はい、実は本当に今から藤田さんと初めて会った時に3年前、もうちょっと前かな、大井さん YouTube やればどうですかって言ったの、言われたの、うん、YouTuber になりませんかって、成功すると思いますよって言われた時に、当時キョトーンとして、うんうん、なんだそれと思って、なんか意味が分かんなかった、あんまりそういう世界知らなかったから、でそれから3年以上経って今ね、有名な人たちたくさんいるけど、もう何億稼いでる人いるけど、うん、こういう世界があるっていうことをやっぱり藤田さんがこう予言してて、すごいですね、うん、大井さんやればいいのにっ
絶対成功するのにって言われてて、ただ本当に怖くて、最近になってもまだ大石さんやりませんかっていう人は結構いたんだけど、やっぱり自分で動画を編集したりするのも辛いし、あと僕にそんな人気があるのかなとか、視聴数とかが増えなかったらどうしよう、僕がこけたら麻雀プロ全体がこけちゃうみたいな弱気が出てやらなかったの。そこをひなすさんが勇気を出してこういうふうに一歩踏み出したことをすごく僕は応援したいと思ってたの。なんで声かけてこねえんだよって思ってたの。なんで村上なんだよって思ってたの。いや実は、ね、ほんでオファーが来て、はい、いや来たと思って絶対ひなた応援してやろうと思って、もう最初にこういうことやる人ってすごく勇気がいるじゃん。だってこれ誰も登録しなかったら、いや本当もう麻雀プロが次行かないよ。本当だよ、そう思います本当に。そうだからすごく怖いと思ってる。今も怖い。そうだから全力で僕らがどれだけ力あるかわからないけど、みんなで全力で応援するんで本当に頑張ってほしいんで、皆さんぜひですねチャンネルの方登録していただいて、そして高評価の方をしていただいて、それからお友達にも勧めてあげてください。今麻雀プロですね、いろいろアベマ TV を中心に映像に出てますけど、これから新しいスターどんどん出てきて、麻雀の強い弱いだけじゃなくてね、面白い人もいればかっこいい人もいたり、から人生観を丸出しにしてね、その人の人間性を応援したいっていう人も出てくると思う。でそのね応援の一つとしてね、こういう取り組みをしている人をですね応援していただければ、我々の業界どんどん盛り上がって、盛り上がれば盛り上がるほど皆さんにもいつか恩返しできますんで、面白いものを届けるのか、それから何かねこう皆様が一緒に楽しめるようなイベントをやっていったりもできるので、ぜひですねこのチャンネルをですねみんなで応援してたくさん見てほしいね。はい、クリック、クリックですね。クリック、クリック、クリック、すごい、なんか今ちょっとなんか感動したんですけど、大井さんのチャンネルですね。もうちげえよ、ここの多分アイコン変わってんじゃねえからみたいな。するしない、高原のマージャンするしないになりそうですね。本当にいや本当頑張れよ。はい、頑張ります。また来るから。なんか近所の家来るみたいな言い方するんですじゃあ呼ばれたらすぐ、はい、呼びます。じゃあここの人はマジで仕事熱心だから。そうですね、大井さんいつ空いてますっていうのね。で、ちょっと待ってください、しばらくちょっと休みないですけど、いやだったらいつからいつまででいつ空いてますって、もうすげえ、すげえ強引で、じゃあ分かりました、どっか空けますっつって。すいませんでした。でもね、あの誘い方はすごいいいよ。でも熱意が伝わります。ビジネスとして絶対にもう答えなきゃいけないから、てかね、それだけ大井さんを出してくださいとか、大井さんの解説が聞きたいとか、大井さんの麻雀の極意を知りたいとか、大井さん大井さんってコメントが本当に多くて、だから多分ちょっぴりですよ、向こう側の人間ですよ、運営側は、これ日向じゃなくて大井さんだったわみたいな絶対思ってるんですよ、マジで絶対思ってて、もうやっちまったわ、違うわこれみたいな思ってたんで、どうする、や合わせとくみたいな早く出したかったの、大井さんを。大丈夫だよ、ね、よかったですもん、ね、日向面白いから大丈夫だよ、自信持って頑張れよ。先輩ありがとうございます。日向面白いから、ありがとうございます。さあ、ということで大井さんのお話をたくさん聞きました、大井さんは今のところ結婚予定はございません皆さん安心してファンを続けてください。よかったですね、ないよ、はい、全国の女性が安心したと思います、はい、大井さん本当にありがとうございます。ありがとうございました。そしてね、大井さん、じゃじゃん、なにこれ、あーいいね、また多いねこれを抽選で3名の方ですね、あら、はい、ご応募いただければ。そうなんだ、3人に当たっちゃうということで、大井さん何か一つ格言みたいなやついただけます。格言って何、この中から1個、じゃあ、はい、わかった、うん、麻雀に関係ないものが一つあります。死ぬ時に後悔しないかどうかを考えようっていう項目があって、はい、人間寿命は何歳か分かりません。僕たちが死ぬ頃、何歳なんだろう、80歳90歳、何歳になるか分かんないけど、本当に人間一人が一生生きる中で出会える人も限られてるし、
あの燃えられるものっていう、それから輝く瞬間とか、まあ、いろんな瞬間って本当にね限られた数なの。はい、そのいろんな選択に迫られると思うんだけど、その時に死ぬ時にいかに後悔しないように楽しく生きようって、嫌な人がいたら麻雀しなきゃいい、麻雀なんて人も選べるし、ね、嫌なお店には行かなきゃいい、嫌な大会には出なきゃいい、ね、嫌な人とは接しなきゃいい、なんかこう自分が楽しむために我慢することはないぞっていうね、はい、好きなことやって生きようぜっていう、すごいいい言葉ですね。本当にね、僕はいつもそう思ってる、はい、これをするときに後悔しないように生きていこうって思ってて、選択に迫られたときは、うん、だから皆さんもぜひですね、後悔しないような選択、はい、楽しく生きていきましょう最後明るいいい話になりましたね、はい、皆さんぜひ後悔なく楽しくね一緒に生きていこう、はい、というわけで大井さんでした。またお会いしましょう。はい、バイバイ。